毎年12月といえばクリスマスのシーズン、あちらこちらでイルミネーションを目にしたり、クリスマスソングを耳にします。クリスマスカラーに染まった街並みを歩くと、なんだか楽しい気分になるものですが、特に子供たちはクリスマスに期待でいっぱいです。サンタさんからのプレゼントやパーティーに、盛りだくさんのイベントが詰まったクリスマスに、ワクワクしていることでしょう。そこで今回は、クリスマスにちなんだ話をお伝えします。プレゼントされることはクリスマスに限らず嬉しいですが、クリスマスプレゼントはまた特別なものです。それは子供はもちろんですが、大人だって、動物だって嬉しいものです。クリスマスといえば、子供たちがお目当てのおもちゃを手にして、満面の笑顔で過ごしたのを見つめていたご家庭も少なくなかったのではないでしょうか。あるいは愛犬愛猫に、いつもよりちょっと美味しいご飯を用意したお家や、新しいお洋服を買ってあげたお家もあるかもしれません。プレゼントをあげて、大好きな相手が笑顔になるのを見るのは、最も幸せな瞬間の一つと言えますね。では、まだ里親のいない犬や猫たちは、クリスマスをどのように過ごしているのか考えると、ちょっと切ない思いをしてしまう人もいるかと思います。しかし、アニマル・レスキューリーグ、アイオワの保護犬や保護猫たちは、とってもハッピーなクリスマスを過ごしていました。この多大な数の贈り物は、シェルターを支えているコミュニティの人々が、シェルターに保護されている動物たちのために寄付したもので、具体的な中身は、数ヶ月分の食べ物やトイレグッズ、そしてたくさんのおもちゃもあります。5匹の犬たちと4匹の猫たちが、ツリーの下から宝探しに参加して、クリスマスを楽しんでいたようです。それぞれにお気に入りのおもちゃを手に入れて、満足そうにシェルターに帰っていきました。最初に見つけた一つをすぐに気に入るタイプの子もいれば、時間をかけてお気に入りを吟味するタイプもいたのだとか。猫たちもおもちゃで遊んだり、ギフトでできた高い山を散策して楽しんでいました。ところが、この犬や猫たちには、さらなるクリスマスプレゼントが待っていました。なんとほとんどの保護犬と保護猫たちに、里親が決定したのです。保護犬や保護猫にとって最高のクリスマスプレゼントになったようですね。クリスマスに巡り合った素敵な出会いです。これから新たな暮らしをスタートさせることができて本当に良かったですね。これから素晴らしい日々を過ごしてほしいですね。このようにクリスマスは特別な日となることも少なくないようです。16年間連れ添った愛犬を亡くし、落ち込んでいた父親に、娘たちはクリスマスプレゼントを用意しました。アメリカでは、プレゼントはその場で開封するのが一般的。父親は丸い箱を開けてみたところ、そこには1匹の小さな子犬が入っていました。父親は目を丸くし、驚きを隠せません。2人の娘を持つ父親は、16年間連れ添った愛犬を亡くしました。父親はひどく落ち込み、しばらくその状態が続いていたといいます。時が経ち、時間という名の薬が効いてきてはいましたが、折に触れ、愛犬のことを思い出しては、ため息をつくという父親の姿に、家族は何とか立ち直らせてあげたいと思っていました。愛犬を亡くしてから2年後のクリスマス、娘たちは父親にサプライズプレゼントを贈ることにしました。父親が箱を開けたところ、そこにはウエストハイランドホワイトテリアの子犬が、オーマイガーを連呼する父親、予想だにしなかったこのプレゼントに目を丸くし、驚きの表情を見せました。父親に悟られることなく着々と準備を進めてきたという姉妹。父親は驚きから喜び、嬉しさ、犬への愛おしさの感情がどんどん勝っていったようです。もう一匹写っている白い犬は、娘の一人が自宅から連れてきた犬だそうです。この子犬が溺愛されることは間違いないでしょう。犬の方も愛情を悟ったのか、父親の口をペロペロと舐めています。父親はそんな子犬を優しく抱きしめました。お父さんと犬はこれからクリスマスの思い出を一緒に重ねながら幸せな時間を刻んでいってほしいですね。続いて少女はお父さんにクリスマスの願い事は何？と聞かれました。少女の名前はデイジーちゃん。デイジーちゃんがぎゅっと抱きしめているのは彼女の大好きなぬいぐるみ。デイジーちゃんは目をつぶり、サンタさん、この子にそっくりな子犬をください、とお願いしました。すると、デイジーちゃんの目の前にはまさにぬいぐるみそっくりな子犬が。これにはもちろんデイジーちゃんは大喜び。ママ、この子すっごくかわいい、すっごくかわいいわ、と号泣してしまいました。想像以上のリアクションにご両親も驚いてしまったそうですが、言ってしてキスしてあげてね、とアドバイスしてあげました。どうやらデイジーちゃんは長いこと犬が欲しかったようで、この日までずっと待っていました。そんな彼女をびっくりさせるため、ご両親はとっても頑張ったとのこと。デイジーちゃんのこれからの少女時代にはこの子犬がそばにいて、ぬいぐるみはきっと子犬のお気に入りのおもちゃになるのかもしれません。犬をプレゼントでもらって嬉しくて泣き出しちゃう人は少なくないようですね。それだけ感動的なのでしょう。しかし動物を飼うというのはいろんな責任が伴うし、嬉しいことばかりじゃないのが事実ではありますが、どんな時でも自分の人生に新しい家族兼親友が飛び込んできた瞬間は、驚きと感動で涙があふれてしまうほど嬉しいことなのでしょう。クリスマスという特別な日に大切な人に贈るプレゼントは、それぞれの思いが詰まっている最高のプレゼントです。送った相手が喜ぶ姿に幸せな気分になり、素敵なクリスマスの思い出の一つとなるものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。